今回はですね、本日11月2日から31枚目シングル個別見ーりの方の一時応募受付がスタートしていると思うんですけれども、今回僕ももちろんこの一時受付で応募しようと思っていますので、お前誰にこの一時受付応募するんやといったところをこの動画では話していけたらなと思います。それでは早速やっていきましょう。 はい、ということでですね、31枚ミシングル個別ミーグリの一時受付で僕が応募しようと思っているメンバー全部でこんな感じとなっております。お前人気メンバーとご規席やないかいって思われる方ね、いると思うんですけれども、まあ、本当に僕がミーグリしたいメンバー、ミ、えーグリしてみたいメンバーとなっておりますので、まあ、ちょっとそこはね、ご了承いただきたいなとおいった感じなんですけれども、まず、いよきまおちゃんですね、いよきちゃんに関しては、前回の32枚目シングルの個別ミーグリの一時応募でも、一時受付でも応募しようと、 思っていたメンバーなんですけれどもまあちょっとお、この数の関係でというか、応募できなかったので、今回は応募しようかなと考えています。まぁ、あ、よオキちゃんに関しては、11月23日に30枚目シングルの全国版みぐりの方で初めてみぐりをさせていただきますので、まあ、今回が初めてではないんですけれども、31枚目シングルの期間もみぐりできたらいいなっていう形ですね。そして、井上凪ちゃん、小川綾ちゃん、富里奈緒ちゃん、この3人に関しては、僕の推し面でもありますので、当然、この31枚目シングルも応募しようかなと考えております。おそらくこの3人も31枚目 シングル僕僕とととととと話したいなと見りしたたいいいいななり思思ってると思いますすのでで同じじ気持ちという感じですねそして、中西、アルノちゃん。アルノちゃんに関しては、アルノちゃんの誕生日が3月17日で、3月19日に見繰りがありますので、その誕生日近いところに応募しようかなって思ってますね。そして、遠藤さくサクラちゃん。サクちゃんに関しては、まあ、さくサクちゃんに関しても僕の推しメンということもありますし、今まで見繰りはしたことなかったんですけれども、ここで初めて行ってみようかなと、サクちゃん行ってみようかなといった感じですね。そして、久保ちゃんですね。久保ちゃんに関しては、先日の10月29日、 日の時まシングル全国版みぐりの方でみぐりをする予定だったんですけれども、ちょっと僕の都合でというか、できなかったので、本当にね、申し訳ないというか、もう、足りないことをね、したなと思っているんですけれども、まあ、久保ちゃんは本当に一度は話してみたいメンバーではありますので、今度こそというか、完全に自分が悪いんですけれども、今度こそ久保ちゃんとね、見ぐりしたいなと思っております。そしてラスト、カッキーですね。カッキーに関しては、本当にずっとこう話してみたいなとは思いつつも、ずっと応募してきてなかったメンバー ンでではありますのの目シングルの時ぐららいからねずっとずっとこう見ぐりしてみたいなっていうのを言うね気持ちが、えー、ずっとあったので今回は活気にも応募させていただこうかなと思っておりますで応募しようと思ってるメンバーはこの8人になるんですけれども何日の何部に誰を応募するかっていうのはちょっとまだ完全に決めきれていない部分がありますので、まあ、そこはねもうちょい悩みつつ決めていきたいなと思いますしまあもしかしたらね応募する直前になってとか応募する時になってメンバーはこのメンバーもやっぱ行きたいってなったらね変わってしまうかもしれないんで けれどもあまあ、今の段階ではあこのメンバーに、えー、8人のメンバーに応募しようかなと思ってるっていう感じになります。 はい。ということで、今回は31枚目シングル右の一時受付が今日から始まるということで、僕がね、こんなメンバーに応募しようと思ってるよっていうのを話させていただいたんですけれども、この一時応募受付は今日2022年11月2日14時から11月4日の14時までとなっておりますので、ぜひ応募しようと思ってる人は忘れないようにしてください。えそしてですね、皆さんが誰に応募するのかっていうところもね、コメント欄で教えていただけたら、あ共有していただけたら嬉しいです。ということで、今回はこれで終わりたいと思います。この動画少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter と Instagram もやってますので概要欄からフォローしていただけると嬉しいです。バイバイ。